お昼寝をしていると、ガッガッガッ、俺様の出番だな。大変、ノイズがクモリンの角を引き抜きました。するとクモリンの体は光に包まれ、目が覚めるとクモリンの姿が変わってしまいました。どうしよう、僕どうなってるの。落ち着いてクモリン、その声はプリル？ノイズがいたずらでクモリンの角を取っちゃったの。角を取り戻せば元の姿に戻れるはず。そのためには魔法の食べ物が必要だよ。魔法の食べ物って何？の旅が始まりました。みんなグッドボタンで応援してね。うーん、お腹すいたな。クモリンが歩いているとウサギさんがやってきました。ウサギさん、お腹がすいて倒れそうなんだ。何か食べるもの持ってない？クモリンが尋ねると、ウサギさんはたくさんの野菜を持ってきました。あれ、どうしたの？野菜嫌い。クモリン、好き嫌いしてたら元の姿に戻れないよ。クモリンは頑張って野菜を食べました。クモリン偉い。けれど体は元に戻りません。ウサギさん、ありがとう。クモリンはお礼を言ってまた歩き始めました。次は何を食べようかな。クモリンが歩いていると、今度はパンダさんがやってきました。パンダさん、お腹が空いて倒れそうなんだ。何か食べるもの持ってない？クモリンが尋ねると、パンダさんは長い笹を持ってきました。パンダさんは笹が好きなんだね。どんな味がするんだろう。いただきます。うん、かったーい。クモリンは驚いて笹を吐き出しました。体はやっぱり元に戻りません。笹も違うみたい。パンダさん、ありがとう。クモリンはお礼を言って歩いていきました。次は何を食べようかな。クモリンが歩いていると、今度はワニさんがやってきました。ワニさん、お腹が空いて倒れそうなんだ。何か食べるもの持ってない？クモリンが尋ねると、ワニさんは大きなお肉を持ってきました。お肉だ。クモリンは大喜びでお肉に飛びつきました。飲み込めない。ああ、クモリン、一気に食べちゃダメだよ。苦しかった。お肉はよく噛んで食べようね。体もやっぱり元には戻りません。お兄さん、ありがとう。クモリンはお礼を言って歩いていきました。ガッガッガー、元気なもんだぜ。ガッガッガー。どうすれば元に戻れるんだろう。クモリンが歩いていると、今度はあれ、あんなところにキャンディーがある。やったー。クモリンは道にキャンディーが落ちているのを見つけました。あ、勝手に食べちゃダメだよ。だってお菓子大好きだもん。いくらでも食べられちゃう。クモリン、あんまり食べすぎると、あれ、お腹が痛い。だから言ったのに。お腹が痛くて倒れる。大変、クモリンが倒れてしまいました。クモリンはどうなってしまうのでしょう。目が覚めると、クモリンはお猿さんに囲まれていました。お猿さん、お腹が空いて倒れそうなんだ。何か食べるもの持ってない？するとキングゴリラさんが現れました。バナナだ。クモリン、バナナ大好き。クモリンは喜んでバナナを食べます。すると、不思議なことに角が生えてきたではありませんか。戻った。
モリンは無事元の姿に戻りました。魔法の食べ物はバナナのことだったのです。やっぱりバナナ大好き。こうしてクモリンは大好きなバナナをたくさん食べましたとさ。めでたしめでたし。豆知識、手に書いたペンは日焼け止めクリームで落とせるよ。大人の人と試してみてね。欲しい。そうだ。わー、クモリン、僕たちのグッズがたくさん出たよ。本当にたくさん。 T シャツ3種類、あのサコッシュ2種類、よいしょ、トートバッグ1種類、あー名前シール2種類、あっちゃーい。こっちはハサミで切ればこれ1枚で何種類も好きなのを使える。おしゃれなグッズもあって迷っちゃう。 T シャツは子供サイズと大人サイズ両方あるのね。サコッシュとかトートバッグでお出かけもいいね。僕たちの LINE を開いてこの画像をポチッ、サンサンキッズ TV 公式ネットショップ、イエーイ。ここから簡単に買えるから大人の人に相談してみてね。どれかか迷っちゃうな。僕はやっぱりゲームでしょ。つまり LINE の登録はこの動画のタイトルを押してこの青い文字を押せば、ほら簡単でしょ。こっちの青い文字でもグッズが買えるよ。パパとママも親子でゲットしてニコニコ超ハッピー。そうや。今日のお絵かき。